著者のアンジュ・カトリーナです。まずは数ある本の中からこの本を選び読んでいただいたあなたに精一杯の感謝を。初めは緊張であまり筆も進まなかったのですが、書いていくうちにコツをつかみ、自然とキャラたちが動いていくのを感じました。ここまで読んでいただいていかがだったでしょうか。どの話が一番好きでしたか。この本を読んで何かを感じ学んでくれることがあれば著者としては一番の喜びです。その気持ち、思い、大事にしてください。長くなるといけないのでここまでにしておきます。ではまた会う日まで、アンジュ・カトリーナ。錬金術師が書いた一冊の小説、しかしそれはいわくつきの小説であった。そしてここが天間図書館、天ニュイブラ図書館ができたのでね、ちゃんと見て寄贈された本を読んでいくか。でこれはこれちょっと怖かった、これはいいユリだった、可愛い話だった。なげえ頭おかしいんかこいつ51ページ。今日はですね、あ、そう、趣旨を話しますと、天宮さんにマイクラの図書館作ってるじゃん。でそこに置くあの本書いてほしいんですけど、お願いしていいですかって言われたんで、書きますっつって今日に至ります。やっていきましょうと思います。いや小説書くか本気出すか、短編集にしようかな。じゃあ若干さ、じゃあ若干見えてる部分があって、まず同期から言って短編の動機のエモいやつ、夢小説やったんか。え夢小説とかじゃなくて、えなんでぶえ、そういう架空の物語を書くもんなんじゃないのか。え、そういうこと、え、違うの、え、違うの、え、超大作じゃんちょっと長えんよ夢でいいな、一文字シリーズだからタイトルも夢。うん、著者アンジュ・カトリーナ。よし、出しに行こうぜ、うん、さあ、というわけで本も寄贈したので、これでね、図書館がまた繁栄するんじゃないかなと思います。残りの本が楽しみですね。で次なんだこれ、もう18ページ、まだ18ページ。あんちゃん、私結婚することにしたんだよね。私じゃね私じゃね、あんちゃんって呼ぶやつ私しかいねえぞ。私結婚すんの。じゃあ私結婚することにしたんだよね。一瞬言ってる意味が分からなかった。喉が詰まるように感じる。息がうまくできない。少し前に知り合った人でさ、ちょっとバカだけど優しい人なんだよね。そっか。うん、あんちゃんも好きに来てね。嬉しそうに笑う姿勢を直視できない。好きな人について話す彼女の顔は眩しくて、これは寂しさ、嫉妬、自分の感情が理解できない。妬ましいだけなのか、それとも私もしかしてソシエのこと。胸がざわざわする。あんちゃんのことだからもっと怒るかと思ってた、裏切り者って。楽しそうにキャッキャと笑いながら話すソシエ。私今うまく笑えてるかな。おめでとうソシエ、幸せになってね。式は絶対に行くよ。うん、ありがとう。私はソシエの友達だから応援しなきゃ、祝福しなきゃ。だからこの気持ちは気づかないふりをしておこう。大丈夫、ソシエの幸せが私の幸せだから。本当おめでとう。最後にもう一度だけ言った。自分に言い聞かせるように、自分の心を騙すように、明日からもまた友達でいられるように。友達でいられるよ。あー夢小説であるな、こういうの。たまにあるんだよな、こういう失恋系な。わかる、書きやすいんですよねこれね。いや、わかりますよ、わかります。あ、私がこのポジション当てはめられるのか。いやー
やめろマジカトリーナ。いいやん、いいやん。でタイトル友やろ。ええやん。でもよかった、まだまともでよかったわ。ベルさんすげえ被害被ってるけど今のところベルさんだけダメージが段違いで段違いで入ってると思うんですけど、ベルさんだけ他の人よりゼロ、もう100個ぐらい多いぐらいのダメージ受けてるよね。おかしいよな。暗示の読むか。第初夏朝、ここ第三章唇、これじゃあ私絶対5でしょえ、絶対5じゃないの。来た。はあ、怖かった。ゆいかのお願いで一度映画を止めてお茶休憩を入れる。え、なにこれ、ちょっと待って、え、急に始まるじゃん。今日はゆいかとの4回目のデート。4回もデートしてる。私の家でホラー映画鑑賞会をしていた。アンジ全然ビビらんやん。いや、ビビってるよ。ユイカが怖がりすぎてるだけ。嫌がるユイカを無視してホラー映画を見ようと言ったのは私だった。やっぱり本当にホラーは怖いらしい。霊能力者だからだろうか。怖いなら牛しよっか。断られることは分かった上での誘い。大げさに腕を広げてユイカをニヤニヤ見つめる。キモいなこれ。すると腕の中が温かい、甘い香りが広がる。私の予想とは裏腹にユイカは私に体を預けてきた。ユイカさん。頭の中が真っ白になる。彼女からの返答はない。あー、これは続き見よ。続きって。いいから続き見よ。そう言って私をせかすユイカの髪がさらりと揺れる。耳が赤い。これは。続き見ますか。うん。リモコンを手に取り再生ボタンを押す。画面には再び映画が流れ始める。怖くない？うん、もうあんま怖くない。映画はまだ半分以上ある。映画はまだ半分以上ある終わったんだけど。いいね。長いんだよ。あ、持って帰るとこだった。危な、呪われるとこだった。危ない、危ない。お、読んでみるか。長え、長え、ダメだ、長え。51ページじゃねえの、51ページは。アンジュ。唇。それは突然のことだった。それは予想外の出来事だった。一瞬唇に触れた熱い感触。これは夢？どうしてこんなことに？それは遡ること数時間前。やけに見覚えのあるセリフだった、うん、ああ。それじゃあさ最後、なんか言ってほしい、何でもいいよ。何でも言ってくれるんですか。ああ、じゃあ今日がいいよ、やってる。え、じゃあアンジュ今日家行っていいって言ってほしいっすああ、オッケー、ちょっとじゃあ、行くよ、行くよ、行くよ。これ聞いていいですか、ここで。え、あ、じゃあでいいですか。聞かれると恥ずかしいから、落ちて。ああ、やっぱ振ってたのはちょっといいな。まだ言わないでくださいね、配信どうするんで。じゃあ落ちます。わかったわかったアンジュ、今日家行っていいか。これが悲劇の始まりだった。これね、アンジュ、今日家行っていいか。やばこれ私突待ちの時にみんなの前でベルさんに口説かれたやつな大胆な情報操作である。ちょっとみんなの前でやめてって言ったんだけど、ちょっとこの配信終わったら家行くってことをちょっとバラされちゃったやつ。私のこれね、これのやつね、好きに使っていってたから。今日家行っていいか、アンジュ。あ、え、切れてる途中で。待って待って、
そうそう。今日、家行っていいか。ちょっと切れてる、くそ。編集ミスってる、くそ。なんでだ。アンジュ、今日、家行っていいか。配信中の出来事だった。突然の申し出。いつもの冗談だと思った。本気になんてしてなかった。なのに、本当に来るなんて。インターホンが鳴り、ドアを開けるとそこにはベルさんがいた。途端、塞がれる唇。塞がれる唇。一瞬何が起きたかわからなかった。憧れてたようなものではない乱暴なキス。嫌なわけなかった。ただびっくりして押しのけてしまう。あ、ごめんなさい、私ごめん。いえ、私こそちょっとびっくりしちゃって。嫌だった。違う違うの、ベルさん、私嫌だったわけじゃ、嫌じゃないです。ベルさんが顔を上げる。そして、二度目の、アンジ。ベルさん、夜はまだ終わらない。まだ終わらない。長いし、しかも、今日もこれで終わっていいかな。腹が痛え。いいやん。いいやん。うん、あ、アンジュだ。この前変な花粉家にあったからな。夢。待って、51ページも今から読むのイカレなんだけど。51は長いわ、ちょっと喉がちょっと他のも読まなきゃいけないから。6章、最悪6章だけでいい。6章がおすすめなの。6章だけでも読んでくれ。これね、これ乗り切ったら僕大人になれるかな。この配信を乗り切ったら僕一つ大人になれるかな。マッチュー。ああ、久しぶりに会ったと思ったらいつもと変わらない調子の味。待って、これ牧師店。まさかね。アンジは唇を尖らせて走ってくるとそのまま抱きついてきた。やめろ、うつくま。いつも通り騒がしいやりとりが続く。しかし、そのうちアンジュは黙り込み、いつもとは違う真面目なトーンでつぶやく。最近あんまり会えてなくてごめんね。びっくりして見上げると、そこには申し訳なそうな顔をしたアンジュがいた。なんだ、わかった。全身の毛穴から変な液体出てきそう。大げさに泣きながらギュッと抱きしめてくるアンジをよしよしと真似ながら話を続ける。大丈夫だよ、僕全然怒ってないから。マッチュー。ほんと全然怒ってないよ。また冗談みたいに大きく泣く彼女を見て、怒ってねー。どうして僕視点なの。ママアンジュの視点の方が読みやすい。可愛いと愛おしいと思ってしまう。次はすぐに会ってくれないと嫌だ。一生一生その面見せんじゃねえ、マジで。うん、わかった、ごめんね、すぐ連絡する。目をうるうるとさせて言うアンジュ。こう言って明日は別の女の子の家に行くのを僕は知っている。ママに帽子好きだ。なのにどうして好きなんだろうな。え？小さくつぶやいた言葉をうまく聞き取れない。ううん、なんでもない。そう言って笑いを見せると、アンジュは首をかしげながらも同じようににこりと笑う。ああ、構わないな、気が叶わるんだ。ギュッと抱きしめ返し、しめ返さねえよ、気持ち悪い。慌てるアンジュをよそに、その胸に胸めえやろ、てめえ。
うずめた。僕だけのものになればいいのにな。いいよ。